次世代を担うヤングレーサー上條信孝選手24歳。なにわ育ちで明るく性格は超ポジティブ。そんな彼はこの世界では数少ない今もいぶし銀の活躍を見せる父と4つ年上の兄を持つ現役ボートレーサー一家。18歳プロに入る前はこの2人が目標だった。元気よく頑張っていきたいと思います、はい、2人を抜こうと思ってます。信孝選手は最強と呼ばれる大阪支部で6年間技術を磨き、最高レベルの先輩たちから刺激を受けて今まさに成長を遂げようとしていた。目指すところはやっぱり住之江の SG とか G1 で活躍して大阪代表する選手になりたいとは思いますよね。最高の環境で己を磨く上條信孝選手に迫ります。全国を飛び回るボートレーサーはお正月、ゴールデンウィーク、お盆は地元に凱旋します。今年の5月住之江で行われた優勝戦には大阪が誇るスーパースターたちの中に1人のルーキーが肩を並べていました。デビュー6年目、この時優勝戦進出22回目の上條信孝選手です。2秒1秒今スタートしていきました。好スタートは2コースから2号艇、そしてインから1号艇6コースから挑んだ1マークが1マークは逃げる1号艇の石野を握っていった5号艇の松井、そして2号艇後方3番4番6番ですが、偉大な先輩たちの壁は破れず悔しさが残る結果でした。 SG とかで活躍されてる先輩はやっぱすごいなと思いますし、何が足りないって一言では言えないですけど全部もっと食らいついていきたいと思います、はい、今まさに大阪支部の未来を担うレーサーになろうとしている信孝選手は物心ついた時からプロの世界を肌に感じていました。すごい忙しくてもうレースにずっと行ってたんでほとんど仕事でいてなかった記憶があります僕は。そんな父との思い出は寺小屋にもうちっちゃい時に行ってなんかガスバーナーでボワーってやってんなっていうのは僕覚えてるんですよね。その当時は何してんねやろうと思って。その頃まではレースに挑む父の姿を遠くから見ているだけ。まあ実際生で見た時の感覚がすごいなんていうんですかね心に残ってたというか、まあ、かっこいいなっていうのがあって、でそこから選手を目指し出したのがきっかけです。父と兄を追って17歳で厳しいプロの世界に挑みました。みんな羨ましいなって言うてくれるんですけどね、一概にそうでもないです。心配事の方が多いですね、負けてられんなという気持ちはあります。まずは2人を抜こうと思ってます。元練習試合、大阪支部のまず先輩全員に名前を覚えてもらえるように、元気よく頑張っていきたいと思います、はい、大阪支部の偉大な先輩たちに追いつき追い越そうとレース上で勉強する毎日。嬉しい初優勝はデビューして4年でした。そしてその年には G1 初1着を果たし一躍脚光を浴びる存在になります。今年の8月、地元の強豪が揃うお盆レースに兄弟揃って挑みました。まあやっぱり厳しい環境やとは思うんで、そういうところで揉まれて自分も成長できたらいいなって思ってずっと走ってます。ボートレーサーは個人で競うスポーツ。兄弟とはいえ水面では命を懸けて争うライバルです。一つでも上の着順を目指しプロペラ調整と試運転を繰り返してレースに挑みます。このシリーズ兄の吉次選手は初日にコンマ01のまさかのフライング、予選敗退となり後を弟に託します。一方信孝選手は1着3回で準優勝戦に進みました。1号艇にはあの王者松井選手、信孝選手は2号艇、番、5番、6番ですが、さあバックスリーチは現在逃げる1号艇の松井、外からはまくっていった3号艇の村上が接近、後ろからは2号艇の上条信孝。ここまで3着、このままでは優勝戦にはいけません。さあ届いてここで抜きました。さあつけ前が決まった2号艇の上条逆転。レースでは普通逆転は難しいとされる中、しぶとく食らいついて2番手に浮上、優勝戦に進むことができました。迎えた優勝戦には松井選手や太田選手と並んで4号艇で挑みます。1秒前今スタートしていきました。好スタートはセンターから3号艇の大平が出ていって、ダッシュで5号艇6号艇ですが、1マークは逃げる1号艇の松井、握っていった3号艇の大平がさあ乗り込んだが1番3番やり合った、後方から2号艇4号艇、あと5番6番。結果は5着でしたが、大阪の最強レーサーたちの技を見て自分のものにするという環境が選手を育てているのです。そんな彼が目指す今の目標は、やっぱり大阪代表する選手になっていっぱい賞金稼ぎたいです。趣味にも先輩レーサーの影響を受けています。こんにちは。この日はこっそり練習です。お願いします。素晴らしい。もう完璧ドライバー。オフの日は楽しく過ごす。これも先輩から受けたアドバイス。リラックスすることも良い仕事につながっているんだとか。まあレース場でもめちゃくちゃ優しいんですけど、まあゴルフの時はまあもうゴルフしてる太田さんって感じです。何日間しかない中でやっぱり有効に使っていきたいです。こういうふうに趣味を通じて先輩たちから学ぶことも貴重な時間なんです。彼のモチベーションの源になっている大切な場所がありました。それはかつて同じ夢を目指した仲間が営む和食のお店です。ここは良きライバルでもある同世代のレーサーたちとも訪れる心が落ち着ける場所なんです。ほんま日本酒がほんまに美味しいしてくれるんです。まあ、料理もほんまに美味しくて、訓練の同期の石橋さん、石橋卓さん、はいどうもお世話になっております。石橋卓さん、かつて一緒にボートレーサーを目指した友であり、上条選手の良き相談相手なんです。今は料理のプロとして第二の人生を歩んでいます。うまいです。石橋さんが料理の道に進んだわけとは、ね、ボートレースの方があかんようになって、で、まあね、同期のみんなが店出したら食いに行ったんでみたいな感じで、そんなありがたいこと言ってもらったら頑張りますみたいな。レースも見てくれてるんですよね。ほんまありがたいことに、いけるいけるの上条選手いけるみたいな感じめっちゃ見てくれてるんですよ。ほんまにもっと頑張らなあかんなって思います。そう思ってきてます。ほんまには期待に応えるためにももっと強くならなくてはなりません。そして若手ナンバーワンを決めるレース、ヤングダービー、今年初めて兄弟揃っての出場が決まりました。意識はしますけど、まあ個人個人なんで一緒に頑張っていこうぐらいです。はい。嬉しいことし、兄弟で活躍できたらいいなって思ってますね。ヤングダービーは優勝できるんで、精一杯頑張りたい。なにわのレーススピリットをアピールできるか、その活躍に注目です。